はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画201回目は2013年発売バイスクールダブルフェイスミラーデックです。このミラーデックはキックスターターのクラウドファンディングで発売されたもので、クリエイターのところにね、ジェームス・ケロックってなってるんですけど、メーカーは3 Generation Magic というところから出ているものらしいです。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。といってもね、通常のライダー枠と上の表面は同じで、下面だけが違うっていう感じで、下の面がメーカーの 3GenerationMagic.com SBS ミラーデックと入っていて、2013年 USB-CC の アーランガ KY 製になっています。 SBS っていうのはセームボスサイドの略で、両面が全く同じという意味らしいです。で、一応ね、通常のダブルフェイスも用意してみました。青い箱なんですけど、両面が表面なのでバックはありません。それではね、とりあえずこっちを開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。はい、お、サンキューって書いてますね。こっち面は3 Generation Magic の案内カードになってますね。こちら側も3 Generation Magic の広告カードです。はい、こっからなんですけど、こちらがハート側からなので、通常はいつも見てるのはこのジョーカーから始まる並びです。ジョーカーからスペードでダイヤでクラブ、ハートで締めます。で、いつもと違うのは、これが全て両面同じカードっていうことですね。いつもと違うのはマルチカラーのジョーカーではなくて、白黒ジョーカー2枚で、あと全てのカードが同じで、ミラーといっても反転してるわけではなくて、両面が同じカードっていうことですね。で、通常のダブルフェイスカードを見ると、こちら側も両面が表なんですけど、決まったパターンで違うカードになっているんですよね。これだと成立しないマジックが、こちら側のセームボスサイドのミラーデックの両面が全く同じダブルフェイスでできるっていうことです。とりあえずこの54枚、あんま意味はないですけど、厚み見てみましょう。最近のスタンダード54枚と、最近のスタンダードよりは2枚分厚みがありますね。はい、というわけで、前にも紹介したトリックカード辞典にこのセームボスサイドのダブルフェイスの使い方が載っているので、一応これをちょっとね、見てみましょう。はい、トリックカード辞典に載っているセームボスサイドのミラーデックのカードを1枚使ったカードマジックです。こんな風に絵札のカード1枚と数字のカード4枚っていうのを、相手にも同じカード組み合わせを渡しておいて、今から私がやることを真似してくださいと伝えます。で、一旦閉じてもらって、まずは一番上のカードを裏向きにして下に送ってください。次のカードをそのまま送ってください。その次のカードは裏向きにして送ってください。で、最後5枚目はそのまま下にっていう感じで、でこちら側もやってもらいます。裏向き、表向き、裏向き、表向き。これで、では一旦広げてください。そうすると表裏、表裏、表で相手も同じようになっています。それではもう一回真似してくださいと伝えて、次は一番上のカードを裏向きにして全体をひっくり返して、その一番上を表返すで置いてください。裏向きにして全体をひっくり返して表向けて置いてください。で、この状態で私と同じように横に広げてくださいと伝えます。で、広げてもらうと、相手の方は真ん中が裏向きになっていますですが、こちら側は広げると全てがフェース面を向いています。なぜかというと、これがミラーデックなので、実際はこれも裏向いてるんですけど、両面が表なので全部が表に見えるという古典マジックらしいです。ついでなので普通のダブルフェイスを使ったマジックもやってみたいと思います。こちらがミラーデックではないので反対側が違うフェース面になってます。ジョーカーを使ったマジックをやりたいと思うので、一旦被らないように外してます。でジョーカーは一旦置いておきますねって言って何か選んでもらいます。好きなところでストップかけてくださいみたいな感じで、これは何でもいいです。で見てないですね。ハートの8。でこんな感じで混ぜておいて、この状態で表向きでチョーカーを真ん中に入れると、反対側から見ると裏向きになっているバック面が1枚あるはずですよね。で広げて裏向きのカード、これジョーカーのはずですよねっていう感じで見ると、相手が選んだカードになっているっていう、これが通常のダブルフェイスで使えるマジックです。バイスクルダブルフェイスミラーデックを開封しました。両面が同じフェイスっていうね、ダブルフェイスなんですけど、トリックカード自体にも載ってるのに、実際ねこれ以外全く売ってなかったので、マジシャンだったら欲しい人がいっぱいいるんじゃないでしょうか。それはねジャンル分けなんですけど、インターフェースを思い切って分かりやすいように変えてみました。それでは、ね、ジャンル分けします。で分かりやすいように3段階だけにしました。厚みですね。厚みの品質はまあ普通ぐらいですね。2枚分厚みあるんですけど、通常のスタンダードぐらいの感じです。で品質はね滑りも良くて、まあ、弾力も今触った感じで良かったので高品質です。でジャンルは3 Generation Magic のコラボで、トリックカードのコンセプトデザインですね。デザインはまあダイヤバックです。でほとんどもう売ってないのでレアデックです。バイスクルダブルフェイスミラーデックでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。